でそっから、まあ、高校になると、うん、そうで、まあ、もっとは高校帝京高校そう帝京高校強豪ですよ東京の、はい、一応で僕が、まあ、敬愛学園っていう、はいはいはいまあ、千葉県で、まあ、今年もベスト8だって、うん、これがね俺結構分岐点だと思ってて、ね、ここはここだねそうで、まあ、僕らありがたいことに、うん、グランデの時の経歴が埼玉県3位で、うん、関東大会行って、うん、そう関東大会でレッツだったんよねそう1回戦目がそうでレッツに負けて引退したのそうだからやっぱりその高校からも、うん強いところからだと特待生とか来るじゃないですか、まあねうん、で俺結構特待生来てたんよ、はいはいはいまあ、あの西武大とか武南とかも特待生で、うん、あと埼玉栄も俺特待生だったんだけどで俺はもうその時にバンドやろうと思ってて中3の時点で早っそうで俺も高校では絶対サッカーやんないぐらいの気持ちだったのでもそしたらお父さんが最後じゃあやりたいサッカーやって終われよみたいな感じ でそれでそれもたまたまなんだけどもう敬愛学園っていう、うん、中学校の時中3の時点でさ、うん、高校生と結構練習試合するじゃん、うん、で西武大武南とかも強かったんだけど、うん、その敬愛学園と練習試合した時に、うん、衝撃な指示飛んでて、うん、クリア禁止だからなお前らマジでクリアしたら怒られてんのよいやお前ビビんなよつなげよっつって、うん、で超パスサッカーなのよ、うん、その俺パスサッカーめっちゃやりたくて、うん、覚えてるか分かんないけどさ、うん、グランデの時さ、うん、アルディジャと試合したの覚えてるあしたしたしたゲロみたいに回されたの覚えてるめっちゃ回されたマジで回されたで、うん、俺その時にもうパスサッカーってそのバルサ以外もできるんだって思ったの、うん、中学生でもパスサッカーできるんだと思って、うん、で俺ら結構カウンターだったじゃん、ねうん、だからでその後試合負けた後も、うん、なんかいやお前らの走り足りないから相手に回されるんだみたいな、うんみたいになってて、はいはいはい、俺その時にちょっともう違和感覚えてたよ、うん、いや違うって、うん、これもう走りとかじゃないっつって、うん、もう根本的に違うって俺思って、うん、で高校はちょっとパスサッカーやりたいなと思ったところに敬愛学園と練習試合して、うん、すげえいいサッカーすんのよ、はい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 、そしたらたまたま俺その試合で特待生もらえたんよ敬愛学園からそうなんだまあもう俺サッカーやめるか、うん、まあでももう周りの人からはもう無難とか西武大絶対行けよみたいな感じになったけど、うん、まあ敬愛学園を選んだの理由が、うん、その敬愛学園の監督が、うん俺ん家まで来てくれてマジそう大学うちでサッカーやってもらえないですかつって、うん、俺家埼玉なのに、うん、もう千葉県のところから1時間40分ぐらいかけて俺ん家来てくれてうちでやってくださいみたいなえ自然に前向けるのと、うん、やっぱボールのつけ方が面白いから、うん、うちのサッカーにぴったしなんでみたいなへそうそうそうそんなんあったんだそうそうそうでモットンも行こうとしてたよねちなみに一緒に練習会とか行ったもんねモットンも特待生だったんだよね敬愛学園ね埼玉から千葉ってめちゃくちゃ距離あったからさそう俺らで下宿する説出てたねあ出てたね出てたよそうだった俺と一緒に行ったらその向こうで下宿するみたいな話もあるぐらい、うん、そう俺も行こうとしてるんだけど帝京の方に受かっちゃってそう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 帝京に行ったっていうね そこが分かれ道だったねであとねもう一個決定的な違いあって、うん、モットン当時中学生の時、うん、脳筋だったのよそうそうで今も若干脳筋残ってるじゃん分かるでしょそれ自分でも分かる全然分かるでだからあの時はもうパスサッカーなんか高校なんかパスサッカー無理だよみたいな、うん、いや高校はフィジカルだからみたいな、うん、っていうのもあって帝京行ったんよそうねで勝ちたいからそ そうでそこで結構俺らさ分かれたよねもう、そうねいやパスサッカーだからってこっちはもうパスサッカーを行く道で俺はもう全国を行く道に行ったそうそうそうしかもなんかちょっとパスサッカーアンチだったもんねまあねそうでそっからまあ俺ら敬愛学園行って帝京行って、うん、で俺は高校で辞めるんだけど、うん、でモットンは大学、まあ、大学行って、うん、大学終わってあの海外行って、うん、今日本に帰ってくるみたいなでそれで今会ったのも、うん、それで中学で別れた後さ、うん、25、6歳ぐらいまで会ってないよね多分ねあまあまあ飯行くぐらいじゃない、うん、いや飯も行ってないぞいやつい最近だもんで、ね、なんかフットサルやるから久々にタイが一緒にやろうよっつってそしたらモットンがなんかサッカー感がパスサッカーにもなってきててで一緒にサッカーやるうちにやっぱテンポ感とか すごい合うからなんかまた一緒にいるようになってたんだよ ねつい最近なのよそうなのよでそれで YouTube やろうよってなって、うんうん、もうだから中学校に戻ったみたいな感じだよねそう中学校のタイミングで一回別れてまたここで戻ってきた同じサッカー館になって戻ってきたみたいな、ね、いや面白いよ、ね、いや面白いよ本当にということで、はい、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございましたありがとうございました